みんなさん、こんにちは。しおりみちゃんのよしほと、あれ、おりみです。はい、おりみさんです。はい、りみさん、ついにね、やらかしましたね。おりみさん、ついにやらかしましたね、あなた。ちょうちょお受けしてるんだけど、どうした？姉がめっちゃ笑ってますけど、どうした？ちょっと、ね、姉がめっちゃ笑ってますけど、何かありました、姉さん？ちょっとありました。あ、ちょっとありましたということで、はい、今回はね、名前だけ消すん、今回はリミちゃんの漢字テストがありました。うん、漢字テストしーちゃんもやった？私やってない、まだ。あ、やってないんだ、まだ。そう、漢字テストは9月に一斉にやるんでって。ああ、なんでやったんだろう。漢字テスト5月の漢字のまとめか、でもこれはね、うん、漢字テストっていうかさ、まとめだよ。もう学校でやる感じなんだろうね。100点の人いいな。100点の人1人しかいなかったらしいんだけど、みんな、なんとリミさんついにやってしまいました。きっとね、この今3年生だから3年目だけど、うん、今までで一番悪かった点数が19点それに次ぐ点数の悪さですね。そうだよね、こんな悪いの初めてっていうか、それ以来だよね。絶対で50点以上は取ってない。そうだよね。そう、リミちゃんね、あんま勉強好きじゃないっていうか、まあ、やらないんですけどあの50点以下は取ったことが、まあ、そのね、前動画にしたと思うんですけど、その19点のひらがなだっけ、カタカナだっけ。カタカナです。カタカナだ、カタカナが書けなくて、ひらがなでさ19点取ったらやばいよカタカナで、カタカナでもやばいよね。やばいよ、カタカナでもひらがなでもやばいけど、1年生だって。1年生でもやばいっていう。私も19点とか取ったことないよ。私さ今年もね、平均点というか最高点50点以上だよ。言っとくけど私、最低点だけど50点以上だよ私。しほちゃんはまだ50点が取ったことない。取ったことない。75点が最低。おお。いや、65点か、はい、点。ということでね、しほちゃんも悪い点出して、出してしほちゃんは結構テスト前になると勉強しなきゃっていうタイプなんだけど、リミはなんかもうのほほんとして、別に明日テストでもふーんっていう感じだもんね。だからその割にはさ、まだマシなのかなと思うけど。あのさ、昨日テストするって分かんなかった。聞いてないでしょ、ただ単純だったら。そうだよ、言ってなかった。じゃあ抜き打ちでテストだったのかな。っていうか、これは多分今までの授業のまとめなんだよ。だって C5 の漢字のまとめって書いてあるから、これはどれだけ家で自主学習をしたかでしょ。この自粛中だから4月5月って。私もこれよくやってた。やってた？うん、多分それだよね。漢字50問テスト、ね、私もよくやってた。でね、あの前回月例テストで96点をね取ってね、頑張ったねっていう話だったんですけども、はい。そのもう数日後にはこれよ。え、それは算数だもん。まあね、算数はじゃあ良かったけど、漢字がやっぱりダメでしたね。漢字やだ、漢字やだじゃないよ。じゃあ勉強して。はい、じゃあね、何点だったかと言いますと、じゃら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 じゃん、じゃらーん、40点。40点取りましたね。リミちゃんね、泣きべそかいてたんだよ。ママがトイレに入った瞬間に、めめカタカナになっちゃったとか言うの。カタカナになっちゃったって言われて、しかもママトイレ中じゃん。何カタカナってって言って、意味わかんなくない？急にカタカナになっちゃったって言われたんだよ。何カタカナになっちゃったってどういう意味って言ったら、テストがね、もごもご言ってて、わかんなくてね。点数がね、カタカナみたいになっちゃったのとか言ってて。ってなって、しかもなんでトイレに入ったさ瞬間に言うのみたいな ね。でね、これをね見てね、はぁって言ったらね、うるうるして涙がね、だってね、同じ漢字ね2回も使っていいって知らなかったのって言って。え、知らなかったの？うん。何？同じ漢字、例えばここのね、文の主語と飼い主、ここだね、文の主語と飼い主ってこうの同じ漢字が2回使われちゃいけないと思ってたらしくて、それがなんか、でも見てくれ、ほとんどね書けてないんだよね。確かに、もうちょっと書い
って間違えるんじゃなくてもう空白なんです。もう明らかにもう全然わからない、わからなかったっていう感じですね。こんな感じやばいですよ、ね、しのちゃんこれ。ゆみちゃんでね、再テストなんだって月曜日。80点取んないと合格、うん、何回でもやるんだって、うん、でしょ。うちもそれぐらいだよ。次80点取んなきゃいけないんだよ、リミ。これしっかり勉強しないと。違う、100点目指して頑張るんだよ。そうだね、それで100点取ったらかっこいいよね。2回目のさ、このさテストでさ、もう問題何が出るって分かってるんだから、ママからしたら逆に100点取んなきゃおかしいぐらいの勢いだよね。うん、これ今12時でしょ、土曜日の。告白してきたのが2時間前までゲームしてたからね、普通に。朝ごはん食べ終わったら、めめスイッポンしていいって言ってさ、もう余裕のよっちゃんですよ。でママがずっとはダメだよって言って言ったら、なんかさ、とりあえず宿題やんなって言ったらさ、12時から宿題やるって言って、それまでずっとスイッポン、スイッチ、嘘でしょ、してました。え、違うよ。え、何、40分にやめた。40分だ、20分しか違わないじゃん。え、リミよく金曜日にやらなかったね。私なんかさ、忘れてた。忘れてた。もう本当に天気だよね。まあ、この能天気さがある意味いいのかもしれないけど、しおちゃんみたいに逆にはぁとかなっちゃうと、ね、うん、私本当にね、2問間違えただけで自分を責めるから、うん、どうしてここ間違えたんだ、小数点1個ずれたの。でもしおちゃんみたいにさ、間違えたところをさ、ちゃんとしっかり復習してさ、何度も書き直すとか、そういう子だったらいいけどさ、リミアだって忘れてるぐらいだからね。で今さ、ランドセルあげたらわーって思ったんじゃない、うん、そういえば嫌なテストがあったんだっていう。のび太くんだよ、ほんと。のび太です。やばいよ、リミちゃん。のびリミです。ねえ、とりあえず本当にあなた80点取るまで何回でもテスト先生がするって言ってんだから、ちゃんとするんだよ。ねえ、じゃあこれしーちゃんに問題作ってもらって80点以上取らないと。っていうか100点目指してくれる。そういう80点とか甘いこと言わない、100点を目指してください。ねえ、リミ、まず自習してみなよ、自分で頑張って。そう、まず自分でこれ全部書かないと。その後に私がテストとして書いてあげるから。そう。まず自分で勉強、ね、今日しーちゃんがちょっとね1個撮影してる、撮影しなきゃいけないから、その間、はい、結構時間かかる撮影だから、その間りみちゃんはずっと漢字を勉強しててください。わかりましたか、わかりましたか、りみ。わかった。うん、うん、もうはいでしょ、はいは、はい、はい。本当に。でもちょっとこれ帰ってきた時さ、ショックだった、正直ショックだった。わあ、やっちゃったみたいな。でもまず空白だからね。そうなんだ、だいぶ空白だから予想はできてたでしょ。ああ、私全然書けなかったなっていう感じだった。ビル書いてない。でも、ま、だからバツじゃん。え、違う、まずリミ、シラも書いてなかったんだよ。そうだよ、うん、空白だったんだ。うん、うん、じゃないよ、もう本当。もうやばいね、40点か。半分以下だからね、半分以下できてないってことだからやばいですよ、リミ。50点。そういう人の点数ばっかりな。7違う、60点。あなたが一番できてないじゃん。うわうわ、一番できない。お友達に負けたね。仲良しのお友達よりもできない。あら、屈辱だね。リミ、周りにさ、いたお友達よりの中で一番できてなかった。え、違う、もっとできない子もいたの。そうなの。リミ、食事の時間で覚えなくていいの。ねえリミ、待って、その書き方覚えないからね。それだけ書いたってさ、こうやって問題出された時に書けないよ。うん、これを丸写ししなさい、この問題を。
でこれを丸打ちすればいい、ね、勉強の仕方が間違ってる。あなたは覚える気がない。まずね、本当に次のテストで合格しなかったら本当1週間スイッチ禁止にするからね。パパも絶対言うと思うよ。最近リミ変って言ってたじゃん、ゲームのしすぎで。ご飯食べた後もゲーム禁止って言われたでしょ、つい最近パパに。もうご飯食べた後はゲーム寝るまで禁止だよって。寝る直前までずっとゲームしてるからそうやって言われるんだよ。ほんとことの重大さを受け止めて。このままだとほんとおばわかる。リミが困るんだよ、こんな点数ずっと取っちゃうよ、そんなこと言ってると。まだ3年生でしょ、3年生からこんなんでどうすんの。これからもっと大変になるんだよね。えわかる。本当に次のテストは合格するんだよ。80点は最低80点、100点を目指してください。だって問題出て分かってるんだよ。これをただ暗記する、暗記っていうかさ、これを覚えればいいだけじゃん、うん、めっちゃ簡単だよ。それができないってやる気がないとしか思えないでしょ。分かってる。本当に次のテスト本当頑張った証が見えなかったら1週間スイッチ禁止だからね。1日もしないでください、勉強してください感じ。本当に嘘じゃないからね。分かった？リミ。